ダン・グエットは、ベトナムの民族楽器の一つである。発言楽器に分類される。グエット・カムや、ダン・キムとも呼ばれる。ベトナムにおいて、古典を音楽にも民謡にも用いられ、ベトナム中で親しまれ続けている楽器である。全長約1メートル、銅の直径は約36センチメートル、銅の厚さは約6センチメートルである。フレットは8つある。弦は、 二本または四本あり、以前は酔った機能を用いていたが、今日ではナイロン弦や釣り糸を用いる。弦は西洋の発言楽器に比べてかなり緩い張力で張られる。この緩く張られた弦と競り上がったフレットはベトナムの伝統音楽には欠かせないポルタメント奏法の一種を演奏するのに適している。そのポルタメント奏法は指の移動によってではなく、 弦を竿に向かって押し下げることによって行われる。弦は普通、小さな爪で引かれる。ダングレットとネグヤット C、メートルは両方とも、ガツの弦楽器を意味している。C、メートルは中国語のことに由来する観光詞である。名称こそ、月金と関連するものの、ダングレットは、中国の月金より竿が長く、その点においてはむしろカンボジアのチャープイと似ている。ベトナムでは、 中国の月金にあたるものはダンドアン、またはダンタウと呼ばれている。何通りもの長弦方法が存在する。一般的には二弦が完全5度または完全4度になるように長弦される。稀にはオクターブの場合もある。それゆえ、決められた絶対的音程は存在せず、他の楽器や声に合わせてその都度変えられる。ありがとうございます。